傍聴三白とは、江戸時代に、長州藩が、主な産物として、生産を奨励した米、紙、塩のこと。いずれも、白いことから、このように呼ばれた。また、これらの生産を奨励した、食産政策は三白政策と呼ばれる。さらに、後代には、老も加えて、傍聴四白、四白政策とされる。 1600年の関ヶ原の戦いで敗れた毛利氏は、中国地方約120万5千国から数を、長と2カ国約36万9千国に減報され、犯罪性は非常に苦しい状況となった。そのため、内政の強化に注力する長州藩は、厳しい検知による国高の向上を図るとともに、 藩外に出荷して収入源にできる特産物として米に加えて塩と紙に着目した。サンタジリ塩田ンン記念産業公園の釜屋煙突瀬戸内川を中心に沿岸を大規模に干拓して新田、塩田の開発が行われた。長州では干拓によって高地を造成することを開け作と呼び、藩が行うものを講義改作、家臣が行うものを 改良改策、農民が行うものを自力改策、自社が行うものを自社式改策としていた。中高の祖とも呼ばれる第七代藩主、毛利重成は、新田、塩田の開発に加えて公益校の整備を進めた。現在の山口県豊富市である三田尻では、傍聴に各国の声援の半分を占める規模に達するほどになり、張馬国学校に次ぐ国内、 第2位の大生園地となった。この頃には、海鮮業が発達して、西回り航路により、長州藩の塩は、山陰、北陸、東北頃には、北海道の函館や小樽にまで出荷されていたにまで、運ばれていた。江戸時代後期の時点で塩の自給自足ができていたのは、全国68カ国のうち8カ国と言われ、塩の先輩は、 長州藩の貴重な財源であった。紙の原料となる、座山藩は痩せた土地でも栽培ができるため、水田が少ない中山幹部が主な産地となった。徳寺和紙や山城和紙は品質が良いことで広く知られていた。また、シュマンでは400個の家が紙をすいており、同地を治める徳山藩で産出される和紙の3分の2が、 スオーシュマンのスキン地区で作られた主金和紙である頃もあったとされる。長州藩は全国の総生産工の30%を占め、全国一の生守国として犯罪性に大きく寄与したとされる。宿井のハゼの木1681年頃より、長州藩ではハゼの木の植え付けを奨励し始め、紙、米、塩にハゼロを加えた膨張4白の生産が積極的に行われた。 現在の山口県田伏町近辺のハゼの木から抽出されたハゼローは良質であるために大阪の市場で良い評判を得ていた。田伏町宿井には現存する当時のハゼの木が宿井のハゼの木として山口県の指定文化財となっている。また、1838年に反省の実験を掌握して天保の改革に取り組んだ。 長州藩家老の村田政府は反省改革の一つとしてハゼローの増産と自由取引の強化を図っている。このような三四郎政策を含む努力の結果、幕末の長州藩は約百万国の内高になっていたとされる。ありがとうございます。